いやあ皆さん、大人の前チャンネルへようこそ。サバビエン。このブドウのかぐわしい香り。ということで今日は、内容は子供だけど使った金額が大人なので、大人の前チャンネル行きたいと思います。はい、こちらです。ガンバライジングカードを2000円分購入してきました。まず1枚目出たのが仮面ライダーネクロムグリム魂ですね。バーストさせると三蔵魂になりますね。セイントオブリケーション。そして2枚目は仮面ライダークロノスクロニクルゲーマー。いきなり出ましたね。これはレアの方ですね。レジェンドレアの方ではなかったです。バーストさせるとクロノスパワーストライクですね。そして3枚目はこちら、仮面ライダーポッピーときめきクラシスゲーマーレベル X です。これもノーマルだね。バーストさせるとピプペポキック。4枚目が仮面ライダーアマゾンニューオメガですね。これはレアです。ちょっとキラリとしてますね。バーストさせるとライオネットハントキックですね。はい、5枚目、仮面ライダーエグゼイトハントアクションゲーマーレベル5です。これもノーマルだね。でもかっこいい。これバーストさせるとアルティメットブレスですね。はい、そして6枚目が仮面ライダーブレイドジャックフォーム。これもレアですね。はい、ちょっとキラリとしてます。でバーストさせると、ライトニングスラッシュですね。はい、続いて仮面ライダーカリスノーマルですね。バーストさせるとスピニングダンス。はい、次が来ました、レジェンドレアタッグ。これはすごい。仮面ライダーブレイブファンタジーゲーマーレベル50と、後ろ側にスナイプレベル50、2人映ってますね。タッグってやつ素晴らしい。ファンタスティックイリュージョンって書いてあるね。すごいね。やった。これ結構ガンマライジングってレジェンドレア出やすいのかな、それとも僕が運いだけかな。バーストさせるとトレッドノートブラスタースナイプのレベル50の方になってますね。はい、続いて仮面ライダーブレイブファンタジーゲーマーレベル50レアの方ですね。バーストさせるとグレートファンタジーソードになります。続いて仮面ライダーフォーゼマグネットステイツ。バーストさせるとライダー超電磁ボンバー。はい、続いて仮面ライダーディケイドですね。スーパーレア。おお、これスーパーレア初めて出たかな。キラキラしてるね、これもね。バーストさせるとディメンションキック。はい、そして仮面ライダーカリス2枚目ですね。続いて仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2ですね。これはノーマルだね。バーストさせるとハンタークエストゲーマーレベル5になります。アルティメットブレス。そして仮面ライダーエグゼイトダブルアクションゲーマーレベル XR ですね。これは R の方なんだね、こっち側だけ。そしてレアです。バーストさせると仮面ライダーエグゼイトダブルアクションゲーマーレベル XXL になりますね。クリティカルコンビネーション。続いて仮面ライダーギャレン、これもノーマルですね。バーストさせるとバーニングディバイド。続いて仮面ライダーゲームゾンビゲーマーレベル X、 これはレアですね。バーストさせるとデンジャラスクロー。デンジャラスクロー。はい、そして仮面ライダーゴーストグレートフル魂、これはスーパーレアですね。これもキラリとしてますね。結構出るね。バーストさせるとオメガフォーメーション、超オメガフォーメーション。続いてまただね、仮面ライダーカリス3枚目。そして仮面ライダー X、 これもレアですね。バーストさせるとライドル脳天割り。はい、最後に仮面ライダーエグゼイドマキシマムゲーマーレベル99ですね。これはノーマルです。バーストさせるとギガントマキシマムスラッシュですね。はい、ということで今回はガンバライジングカードを2000円分購入してきたという大人の動画でございました。もし今日の動画が良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、グッド、チャンネル登録お願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ということで今回は以上でございます。サワビエン。